こんにちは、グランピーです。ちょっと関係ない話8分ぐらいします最近ちょっと僕家がマイホーム欲しくていろいろ探してるんですけど、皆さんはマンション派ですか、それとも戸建て派ですか、教えてください。いろいろ僕なりに調べたんですけど、中古の物件戸建て買ってリノベーションするのが一番いいかなと思って、この前いい物件が1400万ぐらいあって、多分フルリノベーション、スケルトンじゃなくてそういうのしたら多分1200万ぐらいかかるんで、ということは2600万ぐらいで、例えばそれで35年の住宅ローン組んだら月々7万円ぐらいになります。最近家めっちゃ詳しいです。で、なんかそうです、ここ2週間ぐらいやっぱりそのまた違う話戻りますけど、古い自転車を修理したいんだっていうお客さんが2人ぐらい相談があって、聞いてみるとやっぱり古い自転車っていうのは今の現行の規格が合わないんでやっぱり難しいです、家も同じで、やっぱり古い家っていうのは何というかな、直して住めるんですけど、そのうち不具合が出てくるんで、なんか自転車と一緒だなって思ったのが最近の僕の気づきです。で、今みんな家にいることが多いと思って、YouTube 見ることも多いんですけど、今日はグランピーで、ナイスな携帯工具1、2、3、4点あるんで、それで実際どれが一番使いやすくて使いにくいかっていうのを辛口で言ってやっていこうと思います。ですで、まずこの紹介するのが、このスパーサイクル、これの工具があります。これはなんと金額が9000円します。9000円っていうと家で言うと大体4600万クラスの家だと思いますこれはこういう感じ、ちょっとなんかパイプのタバコみたいながついてて、でその中にこういうちっちゃい、先っぽがいろいろついてます。これがスパーサイクル。スパーサイクルっていうと8000円のベルとか、あとマストゴーハードとか、キャッチアップとかのボトルで有名です。でもう一個が、グラナイトデザイン、これが、お店でこの前、ハウトゥーの動画撮った時にこの中学生の財布みたいっていうこれがあるんですけど、これがなぜか今オンラインショップで、遠方の県外の方よく買ってもらってます。これこっか、ちなみにこれ清水さんの私物です。これもいろいろくっついてます。で次は、みんな存在をあまり知らないこのノグの工具があります。これは何がいいかっていうと、この一見工具に見えなくてこのサイドがタイヤレバーになってるみたいな感じです。昔なんかこういう映画ありましたね、この宇宙人がこのどっか原っぱにこれをなんか思い出せない、それその映画 の宇宙人のあれみたいです。で最後にこの、僕が今自分で使ってるデザインの携帯工具があります。デザインの携帯工具はだいたい1500円ぐらいから3600円ぐらいです。でノグの工具がこれ3700円で、大人気グラナイトデザインのロックンロールツール、これが3245円です。ちょっと中途半端です。ということで早速なんですけど、どの工具が一番使いやすいか、ステムの調整で実践してみようと思います。で僕が また個人的に持ってる工具がランドンについてるんですけど、ボトルケージの横にこのつける工具があります。あ、すいません、これはどこのかちょっと分かんないですけど、こういう感じです。ここにこうパチッとつけます。これは正直あんまり使いづらかったんで、これ今使ってないです。これは使うときはこうやって使います。これはダミーですという感じで使ってみましょう。で今回使用する自転車がオールシティのジグザグです。オールシティの中だとロードバイクのジャンルの位置づけになります。という感じで最初スパーサイクル、これはですね、やっぱりこの9000円だけあって精度がいいです。あ、このハマりがいい、このこう、これ使いづらいです、使いやすいです。
確かにこれ使いやすいです、うん、で携帯工具っていうのは、工具使うまでコンパクトにするか、使うとき使いやすいんだけど大きい工具にするか、まあ、二択になると思うんですけど、めったに使わないと思うんで正直ちっちゃい工具でいいと思います。スパーサイクル、うん、これ使いやすい。あ、これかヘッドが回ります。次、今度はグラナイトデザイン、これがまあ3200円ぐらいなんで、まあ、家でいうとまあそうですね、1800万円の家って感じですかね。これサイズが、あ、これはですね、さっきの、ロックンローじゃなくてスパーサイクルと比べてこのラチェット、これがあるので、こっちよりこっちが使いやすいです。おお、この無駄にこのこっちだと一回一回こうやって外してあるんです。でもまあ本当にちょっと手でこのトルクを確認したい人はこっちの方がいいと思います。だって感覚で今そうですね、6ニュートンかなとか分かります。確かにこれは使いやすい。もういいですね、まあ、これはまあ前回も使ったんでこれは大丈夫でしょう。で次、一番気になるがノグのこの変な見た目の工具、これはここになんかこのなんか玉をなんか差し込むような感じの、これはここでこうやるようです。工具というよりは多目的ツールなので、わ、これは使いづらいですね。これ1個の形の中にいろいろあるので六角レンチとしてはちょっと使いづらいかもしれない。そう、これはそうですね、これはこう外れてしまうんで、これはこの作業中にこれをなくしそうで怖いです。こういうところに差し込んでもこうできます。これはそうです、そういう感じで、ここはこれは今度サイドにタイヤレバーのこのカバーがついてるんで、まあ、このさっきの工具1個で例えばパンクして、例えばポールの前ハブだったらあの六角レンチがいるんでそういうのをやったりとか、だからそういう全部できる工具です。次、この僕がこの3年前にグランピーで買ったこれ SV5 っていうデザインの工具です。これの特徴はあの携帯工具は意外とここは短いんですけど、ここは長いんで、トルクかけやすい。あ、これ使いやすいですね、まあ、携帯工具はいろいろごちゃごちゃついてるのもあるんですけど、まあ、そういうのはでも実際バッグの中に入れてるとすごい便利です。これ使いやすい。でこれは、プラスがついてるんで、リアディレイラーの調整もできますですね。これいいと思います。でさっき全部紹介した、スパーサイクル と、ロックンロールツール、あとノグのこの工具、まあ、全部プラスドライバープラスのネジがあるんで、まあ、走行中ワイヤーが緩んだりとか、あとはちょっとリアメーカーを当ててリアメーカーの調整が必要な時はこのプラスのネジでこのリアディエーラーの調整ができます。どうやってやるかっていうと、こうやってこういうとこをやったりとかできます。あ、ちなみにスラムがプラスじゃなかったんで六角になりますね、これ。あ、でもこれだとちょっと足りないんで、リアリレアの修正は難しそうですね。ここは当たってしまいますね、うん、です。
じゃあまとめます。どういう人におすすめかっていうと、まずこのスパーサイクル、これはコンパクトに収納できるので、まあ、ロードバイクでちょっとあの軽いっていうか、何て言ったかな、荷物をあまり持たないサイクリングに適します。こうポケット入れたりとか、こうやってめちゃくちゃちっちゃい。でこのロックンロールツール、これは、まあ、名前がかっこいいんで、あの CD のジャケ買いみたいにジャケ買いしてもらってもいいと思います。これもちっちゃく収まります。これと、でノブのツールはこんな感じ、こういう感じになります。でもこれポケットの中に入れてると、なんかここのこれが外れそうなんで、やっぱりスパーサイクルのこの9000円のそうピントが合わないって、あのクレームきますから。スパーサイクル9000円か、このグラナイトの3200円のか、まあ、この辺が、まあ、いいかなと思います。おすすめ順位、第1位、グラナイトデザイン、第2位スパーサイクル、第3位デザイン、第4位ノグですという感じです。もしこんな工具使ってるのあるんだけど、こっちのが使いやすいっていうのあれば、あのコメント欄にぜひあの紹介お願いします。じゃあ終わります。